皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンと研ぎ師白金師鑑定士の道です。よろしくお願いします。さあ、はい、今回は何をご紹介してもらえますか。はい、丹波の神義道です。はい、大御所でございますね。大御所ですね、はい、うん、一度見たらね忘れられないくらい印象的な刃文の刀ですよね。そうなんです。あの刀のお勉強を始めたよとかっていう方は絶対一度は目にする、もうそのくらいね印象的な刃文。そうですね、うん、そのくらい特徴的でブランド力があったということですね、はい、では早速ご用意しましょうか、うん、そうですね、はい、はい、せーの、はい、はい、ご用意できました。派手だもの。派手ですね。一度見たら忘れられないような刃物ですね。これはね、人気出るの分かります。そうですね。で、今回のポイントは何といっても、まあ今言いましたけど刃物ですね。でしょうね。ですよね。もうそれが見れれば皆さん、うん、あのね、なんだろう、この丹波の神義道の特徴を捉えたと。あの断言していいです。すぐ分かりますよ。すぐ分かりますよ。そのくらいあの特徴的ですのでね、ぜひね、あのこのあたりも研ぎ師目線で見ていってみましょうか。はい、分かりました、はい、それではどうぞ。それでは研ぎ師目線で刀見ていってみましょう。はい、よろしくお願いします。では、はい、はじめに、はい、中も見せてもらっていいですか。はい、お、題名のようですね、はい、すごい堂々とした感じで個性的な字だけどね、丹波の神義道、ね、深いですね、タガネがね、ね、しっきりしてるよ ね、はいはい、では次に幅木もちょっと見てみましょう、はい、うわ、おしゃれ、おしゃれですね。これは二重幅木に彫りが施されているようですね、うん、そうですね。で、文様的には枝付きの菊のようです、うんうん、かなりおしゃれですね。じゃあ刀身行ってみましょう。はい、じゃあはじめに、はい、うん、地肌見てみましょうか。そうですね、うん、あ、はいはいはい、何に見えます。やっぱ正目肌は強いんですけど中に木目肌が見えたりしてますよね、うんうん、大肌的な感じで見えてますね、うんうん、刃文がよいしょ、刃文はですね、よいしょ、ん、匂い口ですか。うん、刃文、刃文、まずここ見てみようよ。ああ、これは乱れ、乱れって、あの小乱れみたいにね、うん、頭がちょこ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 乱れてて、けど、うん、匂い口に関しては、はい、匂い口の取り方は、うん、あれですよね、まあちょっとよれてはいますけど、あのスグハ調というか、そう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 、まあ、のたれ気味のスグハっぽいような、そう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 、なんかいい感じですよね。いい感じ、いい感じ。うん、じゃあ上行ってみましょうか。はい、おやおや、変わったぞ。ここから一気にガラッと変わりましたね。変化しましたよ皆さん、うん。これね、焼き出しってやつですよね。あ、今見てたところが、はいはい、この変化点下の方ですか。はい、こう、これね、ちょっとこうまっすぐ系の、はい、まあ中乱れてるけどまっすぐ系で来て突然。うん、ドカンと、そう、焼き出し、はいはい。でもだいぶ様変わりしたけど刃文、すっげえわかりますね。ま、上行きますね。え、はい、ストップ、はい、そこの刃文なんか分かれちゃってるけどいいの、黒白みたいなさ、そうですよね、ボーダーっぽく見えるんだけど、ね、誰が見てもわかりますよねこれ。うん、これはなんか名称とかあるんですか。はい、これがすだれ刃ですね。はい、出ました、出ましたよ、すだれ刃ね。めっちゃわかりますね。すごい、はい、こう面白いね。すごいですね。うわ、すげえ。もそうですもんね。あ、そこは何、ちょっと渦巻き、渦巻いて言いますよね。おお、このすだれがくるくると、はいはいはい、渦巻いたりして、でまた伸びて、 でたまに消え、でちょっと落ち着きってからの帽子いっちゃうのね。帽子いっちゃうんですよね。ちょっとモコモコモコっとして帽子いった、見えますかね。あ、見えます、はい、これは小丸に見えるんだけど、はい、頂点ちょっとこうほうきで履いたようになってるの皆さん分かります？
よいしょ、なんかサササササってハケでね履いたようにも見えると、うんうんうん、履きかけ、そうですね、履きかけですよね、うん、じゃあ反対側見てみます、はい、あ、見えます、うん、履きかけになってるよね、うん、お、結構見えますね、見えますね、うん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 、はい、いい感じいい感じ、じゃあ下行ってみよう、モコモコがあって、おー あ、こっちのが派手だね、派手ですね、うわすげー、うわうわあらー、これは派手だね、素晴らしい、もう全然地肌の方なんか見えない地肌もね、うん、見やすいんですけどね、これね、そのくらいだから焼きが高いんですよね、うん、でもこの辺の地肌はちょっとしっとり系の木なんですね、そうですね、でちょっとまた焼き出しに差し掛かってくると、うん、ああ、ここら辺ね、大肌が、大肌気味になるね、わかりますよね、うん、木がすごいわかる、あ、すごい、で焼き出しがスーッときて葉巻が見えてきました、だす、ね、さあじゃあ裏側の中もの様子見てみましょう、はい、よいしょ、お、こちら側は無名と、無名です、ね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、よいしょ、よいしょ、ありがとうございました、それでは細かく見ていきましょう、はい、脇差し名丹波の神義道、丹波の神義道には京都で作刀した京丹波と大阪で作刀した大阪丹波の2派がありますが、作風はいずれも同様です。本作は大阪丹波となりますが、大阪初代は京丹波初代の次男で、大阪に移住して大阪丹波の祖となり、代々大いに栄える基礎を築きました。刃文に独特な風情があり、あたかもすだれのように見えることからすだれ刃と呼ばれています。作刀年代は江戸時代前期から中期頃、今からざっと300年から350年前となります。刀剣の時代区分としては神刀となります。では次に大杯を見ていきましょうね、はい、本作は反りが少なくまっすぐな見た目をしていますので、清光や、大和の神安貞の動画でも紹介した漢文神刀のスタイルとなります。漢文神刀スタイルが全国に浸透していたことがうかがえますね。ね、これも、うん、よくわかるね、本当に一緒だもん ね、うんうん、ね、安貞なんかとね、うん、うん、じゃあね、続いてね、中子を見てみましょうかね、うん、はいこのままで見えますね、大丈夫ですね、うんうん、はい、個性的な名で、うん、丹波の神義道と切ってありますね、うん、まあこれは、作刀者の名前であり社名でもあります。いわゆるブランドタグにあたる部分ですね。はい、ここで一番最初の文字である丹を見てみましょう。なんかね、ギャル文字って皆さんわかりますかね。こう丸文字とか、ガラケーの頃に流行った絵文字のようなね、ちょっと丹という字を崩してますよね。うん。で、この様子が江戸時代の人たちには船の帆に見えたそうです。今画像出しましたけど、はいはいはい、うん、それなのでほかけ丹波なんて呼ばれているんですね。まあ現在のブランドタグのデザインにも似た感覚ですよね、これね、うん、なんかね、ちょっと文字というよりは、うん、ゆるキャラみたいに、そう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 、うん、狙ってやってるんだよ、ね、これも狙ってやってますよね、うん、ね。じゃあ次にね、めくぎ穴の数に注目しましょう、うん、今回は一つですね、うん、ですのでこれは作られた時の長さそのものということになります。こういった中子はウブ中子と呼ばれています。では刀身の様子を見ていきましょう。初めに刃文を 見ますよ。
ね、いつものねトレース線を描くとね、まあ見づらくなっちゃうのでね、今回このままでいきますね。白い波紋の中に黒い波紋が縦方向に混じったり渦を描いたりしてるの分かりますかね。分かりますかね。分かります。これはすごいですね。そうそう、だからこの様子が江戸時代の人たちにはすだれに見えたそうです。ですのですだれ場と呼ばれます。この波紋を見たら9割方丹波の神義道の刀だと思って大丈夫です、うんうん、で ねじゃあ残りの1割なんだよってなっちゃうんだけど、うん、美濃の刀工さんが丹波の神義道へのリスペクトとして作った場合なんかが挙げられるかな、うん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 、なんか1回見たことある、ありますね、よね、あの、はい、そう、あの今ご覧になっているすだれ場っていうのは不整然なんですよ。細くなったり太くなったり、うんうん、あの幅が揃ってなかったり揃ったり、うん、なんですが、あの美濃の刀工さんの場合にはちょっと揃い気味、そうだね、で整然とする感じがあるので、うんうん、あのその辺の違いなんかもあの今後ねご紹介できるといいかもしれないですね、うんうん、そしてもう一つ、はばきのすぐ上の波紋に注目しますよ。はい、ここですね。この部分は焼き出しと呼ばれています。あのヘッドマウントカメラの時にもね、ここが乱れてるなんていうようなこと言ってましたけど、この部分を焼き出しと呼びます。神道になるとこの焼き出しに特徴を持たせた刀工が数多く出てきます。特に京都と大阪の刀工の場合、長く直線的な焼き出しとすることが挙げられます。本作は大阪焼き出しと呼ばれる特徴的な焼き出しとなっています。これ長すぎません？長すぎます。ただ井上新海とかその弟子の土井新良あたりも長い大阪焼き出しやるんだよね、うん、でもこれは長いよ。極端にだってもう少しで半分じゃないですか、通してんの。そう、あ、よく気づいたね、うん、そう、どうしようと思ったけど焼き出しだから仕方ないでしょ。いいよ、俺こういうの大好き。うわっていくは行くんだよ。メリハリやっていいっすよね。あのね、狙ってやっています。これも思いっきりやっていいよ、うん、あのデザインの一環、アートの一環としてこれは狙ってやっているので、素晴らしいね、うん、素晴らしいと思います。ではね、続いて匂い口を見てみましょう。はい、これもね、匂い口探すの大変だったんだよ。探したね、うん、とてもはい、うん、とても細かいね、小さな匂いの粒がねあるんですけど、わかるかな、ですのでこのような匂い口はコニエレキと呼ばれています、うん、はい、じゃあ地肌の様子見てみましょうかね。はい、はい、ね、あの木目肌と正目肌が観察されているので、うんうんうん、あのここでは木目肌に、正目肌混じりと言うんですけど、うん、あの板目もちょっと混じってるよね、反対側のね。そう、今見てるこの画像の反対側の方針にはあの板目が確認できましたね。そうなので、あの単純にちょっと今回はそれここで切除することないんですけど、うん、大肌って言ってもいいのかな。そうですね、うん、っていうのも一応ね、ちょっと頭の片隅置いておきましょう、うん、はい、では最後に帽子を見てみましょう。はい、スーッと登っていって、頂点は U ターンのラインとは別にハケで吐いたようになって、うん、最後はスッと帰るんですね、うん、ですのでここでは、小丸に吐きかけと呼びましょう。この帽子は作者が意図して作ったものでしょうね、これもね、うん、そうでしょうね、うん、まあ、うん、やっぱアレンジ上手だよね、ね、うん、なん、でもなんだろうね、吐きかけに従ったの、したかったの、したかったんじゃないですか。なんかこう、ここはちょっと古風に見せるみたいな感じだったのかね、うんうん、やっぱりね、元があミノ系だからか。そう、ミノで、さらにミノはヤマトだから。そうだ、ちょっとあの難しい話になっちゃうんですけど、ヤマト伝ミノ伝って来てて、だから古風なところも入れたくて、俺らはその流れだぜをちょっと出したかったのかな、うん、そういうことでしょうね。素晴らしい、デザインとちゃんと、うん、あの伝えるってことをやろうとしたのかもしれないですね、うん、はい、はい、では本日のまとめをしましょう。はい、大敗は反りが少ない漢文神道である。
作られた時の長さそのものの中子は産中子と呼ばれる。丹の字が船の帆のようなので帆掛け丹波と呼ばれる。波紋は大阪焼き出しにすだれば、匂い口は小煮えでき、地肌は木目肌に、正目肌混じり、まあね、あの痛めも若干見られたので大肌と呼んでも結構です。帽子は小丸に履きかけと、以上が本日のまとめになります。はい、皆さんいかがでしたか。丹波の神義道の特徴捉えることできましたかね。すだれ場の様子や形を捉えることができましたかね。まあ見えるよね。まあ見えますよね。で江戸時代ともなるとね、刀がアートになっているので、そうなんか絵画的でしたよね。もうおっしゃる通り、江戸時代以前までは絶対にこの刃文ってなかったんですよ。そうっすよね。だからこれが突然ね江戸時代になってバンって出てきたらびっくりしちゃうよね。すげえってなる。しかも目の切り方も特徴的だったと思うんですが、このことからね、丹波の神義道ブランドの売り方が上手だったという感じがしますよね。そう、それな、まあちょっと刀こっちに用意してるんですが、ちょっと持ち上げてもらっていいですか。はい、まずねこのすだれ場、ちょっとカメラ向けてあげてください。そうまずすだれ場でしょ、これがもう唯一無二のブランドタグ、と今言ったこの手のところにある名ですね、じゃあちょっとここやろうか。はい、ここね、ここにね、あれ目どっちだ、いいんだよ、こっちでね、そう、ここのね、丹という字、これがね、すんごい特徴的だったと思うんです。なのでとても上手だよね、セールスというか、自分たちがやりたいことをしっかりとこの一振りに表現しているんですよね。本当にアートって感じだね。そうですね。ちょっと置いていいですか。どうぞ。そんなだからやっぱりお勉強の初めの一歩っていう風に、なると言っていいんじゃないでしょうかね。お勉強の初歩になりますね。で他にもね刀のお勉強、とか入ってみたいっていうような初歩的なというか、見て楽しい、すごいっていうような刀って結構あるので、そちらもねおいおい紹介していきましょうね。そうですね、はい、そうしましょう、はい、動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方はチャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け刀の思い、バイバイ。